告知させてください。新番組あなたの整形費用全額持ちますっていうのがスタートします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これ相馬さんと一緒にやろうと思ってて、はい、今回はそれの参加者を募集します。はい、本当タイトル通り整形したい人、ダイエットしたい人、もう容姿を変えたい人の費用を全額負担するというすごいわ企画です。はい、一昔前にビューティーコロシアムみたいなねテレビ番組あったと思うんで、それに近い形でやろうと思ってて、やっぱりこう容姿が原因でいじめられたりとか社会から弾かれたりだとか、あとはやっぱ整形したくて体売ってるだとかっていう子ってほんとたくさんいるんですよね。はい、そういう子たちの中の4人なんですが、今回4人選んで整形費用を持ちたいと思います。すごいですよね。いや、それ全持ちってことでしょ。全持ちです。うわー、だから結構高いんだもんね。だって高いです、めちゃくちゃ高いです。高いのがきっかけで韓国行って安くて整形する人もいたりとか、なるほど、はい、するんですけど、今回は、プロジェクトにかかってくる医師とかクリニックは間違いなく国内トップクラスの電話を持っている最高の手段を用意してるんで、そこで自分が例えばこことこことここを欲したいんだって言ったらそれを叶えるという、ね、でこちら側からここしてくださいという形じゃなくて、はいはい、要は悩み持ってる人がその悩みを解決してもらうという、なるほどなるほど、はい、形を取ろうと思います。はい、もちろんね、これ YouTube の企画なので顔出し OK で、そういったところに協力できる方のみ参加でお願いします。はい、まあ、概要欄の方に詳しく注意事項とか載せてるので、はい、そちらをよく読んでから参加したい方は応募してください。当選の条件なんですけども、思いが強い方を基本的には当選させていこうと思ってます。やっぱりこう何としてでも整形したいんだって人が世の中にいると思ってて、はい、僕 の, あのダイレクトメッセージにもお金貸してくださいと同じ数整形費用出してください来るんですよ。今それぐらい整形欲っていうんですか、はいはいはい、もうもちろん可愛い子も整形したいって思ってるぐらいなんで、はいはいはい、それぐらいあるんですけど、でもなかなか高くてできないんですよ。なるほどなるほど。だからこうパパ活だとか風俗行ったりとかしたくないことをして整形を稼いで可愛くなるっていうのが本当に多いんですよね。はいはいはい、でその僕としても何かこう客にできないかなっていうので考えてて、お客にたどり着きました。なるほど。もちろんこれね、賛否両論あると思うんです。はいはい、要は容姿が全てなのかって言われると思うんですけど、うん、もう正直言っていいですか、 99% 容姿で最初決まります。はい、もう言い切れますこれは。はい、俺はもちろんこうね、あの男で生きてかなりこう美容のことをやって頑張って肌きれいにして今でこそ女性ファンが増えたんですけど、うん、やっぱ昔容姿に気を使ってなかった時って同じことしてても全然印象違うんですよ。あ、なるほど。清潔感があるから好印象とか、はいはい、やってること同じでも顔が違うからってだけで全然違って印象受けるんですよ。なるほど。でしかも世の中の売れてる女の子、TikTok で売れてる子とかって大半可愛いでしょ。可愛いってだけで伸びてるでしょ。うんうん、だから容姿で判断されてるのって絶対的なんですよ。うん、だってハイブランドの店行っても高級店行っても大体可愛い子なんですよ。うんうんうん、大手企業受付可愛い子なんですよ。はいはい、ってことはもう容姿で判断されてると言っても過言じゃないし、綺麗事というのはなしにしませんかってことなんですよ、ね、なるほど。はい、これって女性だけなんですか。まあ、一応女性ターゲットしてるんですけど、男性もまあ応募してくださる方は応募してください。はい、ただまあ基本的には女性をターゲットにしてます。なるほど。はい、まあ、あくまでね、こうさっき見た目がすごい大事だって言いましたけど、僕たちはこう整形を推奨してるわけではないんですけど、でも整形をしたいっていう人が世の中にいるわけですよね。だからそこの需要と供給をマッチさせようっていう。いや、すごいわ。はい、まあ、だからそのやっぱお医者さんの人もやっぱヒカルちゃんで出ることで宣伝にもなるし、したい人にとってもプラスになるし、やっぱこうすごいウィンウィンウィンなんだなと。僕は YouTube の企画作りたい。はいはいはい。でやっぱこの美容業界も今すごい技術日本あるんですけど、韓国に行く人多いんですよ。なるほどなるほど。だからこの YouTube をきっかけに日本の技術ってこんなすごいんだよってところを見せたいらしいんですよ。はいはいはい、なるほど。っていうのも込みで、まあ、今後の企画が生まれたという。うわ、すごいわ。はい、誰も損しない。そうなんですよ。うわ、すごいわ。でもちろんこれ自己責任なので、はい、注意事項本当によく読んでから応募してください。はい、これね、良くも悪くも人生がめちゃくちゃ変わります、選ばれたら。はいはいはい、おそらく見た目ももちろんなんですけど、 YouTube に出ることで何かしら変化が起こるので、うん、それを理解した上で参加してください。これは大きい一歩になるよね多分。すごいですよ。だって本当に1人1000万とかかかるような整形もありますか。だって鼻だけで300万とかって結構ザラにある話なんですよ。ってぐらい高いんですよ。それは手出ないわ。うん、で韓国だったらちょっと安いんですよね。はい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 、だから韓国行こうとか。そうなんですよ。じゃあ韓国に行く、うん、その飛行機代も含めてもそっちの方が安いぐらい。安いですよ。でも韓国行ってやっぱこう分かんないところやって失敗して帰ってくるとかも結構いるんですよね。なるほどなるほど。だからやっぱこうね、まあ、若干そこで博打みたいなのがあって、なるほどなるほど、絶対的じゃないわけですよ。はいはいはい。まあ、もちろん日本でやっても失敗する確率があると思うんですけど、うん、でもやっぱ日本の方が安心できるじゃないですか。まあ、あと話せるしね。そうなんですよね。言葉も通じるし。うん、なるほど。っていうので、今回は日本の医師を揃えてるので、はい、そちらで、まあ、したいところしてもらいます。まあ、これ本当になんかプチ整形みたいな感覚で来る人はおそらくこれ通らないです。なるほど。はい、もう本当に人生変えたいんだってことですね。はいはい、いじめられてるとか、はいはいはい、容姿がきっかけでいじめられてて、うん、でもどうにか人生逆転させたいけどきっかけつかめないとか、うんうん、そういう本当に深刻な悩みだとか、なるほど、
まあ、あとはもう体をずっと打っててとか、うん、なんかもうやめたいけど整形もやめれないからとか、うん、そういう何か深い理由を抱えてる人を基本的にはターゲットにしたいなと思ってます。あれって整形ってよく例えばその内臓を取るのとかもじゃん、なんかその痩せるみたいな、ああいうのも OK、 あ、もちろんダイエット もうプロについてもらって本当に痩せてもらおうかなと。あ、じゃあもう痩せるのもできるんだ。はい、うわ、ダイエットと、まあ、もう容姿、うわ、もうじゃあもうマジで人生か、ガチで本当に変わってもらおうと思ってます。これ結構ね、選ばれた人は何ヶ月もこれかかるプロジェクトなんで、はい、そこの覚悟がある方だけにしてください、はい、まあ、もちろんそれ注意事項に書いてます、いろいろ、うん、あとでこうトラブルになっても嫌なので、うん、これはでも本当にね、僕の視聴者の人でも一部からは待望の企画だったと思うんで、うん、なるほど、うん、まあ、言うもんね、ヒカルはもう俺がお金出すからっていうのは前から言ってたもんね、うん、はい、そうですね、それが今回できるということで、なるほど、うん、もうじゃあ気持ちだけ持ってれば OK ってことは。いや、でも僕もね、本当にね、これ綺麗事抜きで、うん、容姿ってめちゃくちゃ大事だと思うんですよ、うん、マジでなんかこうね、容姿で言ったらなんかこう中身見てないのかって言われるんですけど、うん、結局みんな中身見る前に容姿で判断するんで、容姿が良くなかったら中身見てもらえないんですよね、うんうん、なるほど、でこれマジなんですよ、本当に。だからなんかある程度の清潔感とかがあれば中身見てもらえると思うんですけど、うん、まず中身すら見てもらえない人って世の中に実際いるのがもう事実だと思ってて、なるほど、本当綺麗事抜きにしたいね、はい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 、でそういうことをなかなかやっぱ思ってて言いにくいと思うんですけど、はい、僕は大丈夫です、はい、批判食らっても OK でやろうと思ってるんで、はいはい、まあ、僕もね、やっぱ昔こういうので炎上したことが、あ、確かに相馬さんもね、振り返りブスみたいな、 あんまりそのワードは言わないでほしいんですけどみたいな企画をやって炎上してニュースになったっていう、はい、初めてニュースになったんですよね。あ、もう、はい、YouTuber で初めてニュースになって、はい、でやっぱそういうのを経験して、やっぱ僕もこの人たちのエピソード聞くわけじゃん、うん、まあ、多分僕は多分そう自分に返ってくると思うんですよ、まあ、はいはいはい、そういう企画をやった側ですが、うん、そういう人たちにも寄り添って、もう懺悔の気持ちで、なるほど、はい、まあ、僕も寄り添えたらなと思っております、うん、でも実際どうですか、相馬さん的に容姿って大事だと思います？いや、もうやっぱよくどんな本とか読んでても、やっぱ人ってやっぱ最初のファーストインプレッションってやっぱ9割が見た目っていうのはもうあるし、そこからコミュニケーションっていうのがあるっていうのはやっぱ結構いろいろ聞くんで、まあ、やっぱ間違いなく大事であることは事実だと思いますね。でそれで外面が変わることによって中身が変わるっていうのよく言うじゃん、自分に自信が持ててとかで結局好転するみたいな、だから結構それ見た目変わるっていうのは心も変えるっていうことになるのかなと思うから、もう本当に人生変える第一歩としてはマジででっかいと思う。まあ、これすごい企画ですよ、本当に、うんうんうん、なかなかにすごい企画なんで、うん、でその変化していく様子ビフォーアフターを含めて動画にしていきます、はい、ビフォーからこう変わりましたっていう、うんうん、ところまで全部追ってそれを動画にまとめようと思ってるので、はい、多分本編が流れるのはだいぶ先になると思います。はい、なるほど、はい、これ募集段階なんで、これ募集してから変化するまでの期間っていうのがかなりかかるわけですよ、うーん、そうかそうか、1ヶ月とかでこう変わらないんで、あ、もう結構なスパンなんだね。もちろんだって整形したらダウンタイムっていうのがあったりとか、あと痩せるにしてもその1ヶ月で痩せれないじゃないですか、まあ、確かに確かに確かに、はい、だとかすごい時間かかるんで、はい、まあ、本編が流れるのはだいぶ先だと思うんですけど、はい、一応これね、もう募集しますよという、はい、まあ、いずれこんなんが流れますよという期待しておいてくださいという動画です、はい、もう本当に細かいことは概要欄に載せてるので、はい、そちらの方をよく読んで、はい、何度も読んで、もう納得した上で、確かに確かに、はい、で周りの人とかにも相談してね、はい、しっかり参加してほしいと、まあ、親に相談したりとかしてやってほしいなと思います、うんうんうん、はい、まあ、僕たちもトラブルがないように最初の注意を払いながらやっていくとは思うんですけど、はい、でもやっぱり人がやってることなんで、どっかしらでね、食い違いが起きたりとかもするかもしれないですけど、基本そういうのはないようにやっていこうと思うので、はい、はい、よろしくお願いしたいなと思います。お願いします。あとこの企画に関して、はい、僕と相馬さんに個別で連絡しても対応できないので、サイトの方に問い合わせ先とか全部載せてるので、そちらの方でお願いします。個別でね、これどうなんですかみたいな聞かれても一つずつ答えれないんで、こちらの方はサイトの方で書いてるので、そこをよく読んでからお願いしたいなと思います。はい、これすごい企画。いや、これはもうちょっとマジでそのテレビレベルの、いや、テレビレベルですよね。全額負担ですから。いや、全額はすごすぎるな。凄まじいし、4人ですよ、しかも。うわ、はい、4人選ばれます。4人の人生がもう確実に変わるってことだもんね。確実に変わりますね。すげえわ、はい、ちなみに最高でどんぐらいかかるの、1人で。もうもしフルセットとかしたら大丈夫だ。 やろうと思ったら1000万超えるでしょ、絶対。あとさっき4名って言ったんですけど、はい、これ最大4名とさせてもらいます。なるほど、まあ、もしかしたら人がいなかったら2名3名の場合もあります、はいはいはい、まあマックス4名までっていうことで、はいはい、あとさっき言ったんですけど、日本トップクラスの医師って言ったんですけど、はい、どんなレベルなんだっていう話になるじゃないですか、はいはいはい、これすごいのが、病院の垣根を越えて、要は目のプロ、はいはいはい、鼻のプロが集まってます。なるほど、はい、だから普通だったら、まあ、他の病院競合なわけじゃん、まあ、そうです。その人たちがいっぺんにやるってことありえない。ありえないです。だからそれぞれのスペシャリストを集めてます。これはもうヒカルだから集めてたっていう、そうです。この番組やったら出るよっていう、これだからすごいと。しかも今回担当してくれてる医師の方、これ、まあ、サイト載ってるんですけど、調べて分かるんですけど、お金払っても予約いっぱいでやってくれないレベルの方たちが揃ってるんですよ。やばっ。だから本当に
日本トップの技術を持った方たちが集結してるっていう、それだけでも映像貴重だよね、なかなかすごいです。だから普通に逆にこの医師たちにお金払ってやってほしいっていう人がいるぐらいのなるほどなるほどレベルなんですよね。要は政権に詳しい人からなるほどってぐらいの人を今回集めてるので、はい、それもう普通シンプルにワクワクするもんね。まあすごいですね、日本最高医師が集まってどうするのかっていう、はい、うん、これが技術があるんですよっていうことも伝えたいっていう、うんはい、多分普段はね、うん、もう多分まともに会話すらもしないでしょ、仲悪いでしょ多分。まあそうですね、まあ、でそれはもう凶暴だから、はい、その人たちがいやここどうするだ俺こうした方がいいと思うんだけど、うんうん、そしたらバランスはこうした方がいいからっていうのをみんな話し合うわけ、はい、それがもう貴重だよね。すごいですね。うわすごい。でも実際だってあ僕麻生院長っていうあのお金持ちのいるじゃないですか、はい、聞いたんですけどやっぱ麻生院長も得意分野があるみたいな。あなるほど。公共だったら俺は日本トップクラスなんだって言ってたんですよ、はいはいはい、でも他はもっと上がいるって。だからそれぞれ医師によって得意な分野ってのがあるんですよ、はい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 、公共だったら俺任せてくれとか、はいはいはい、目だったら任せてくれ、はいはいはい、目だったら任せてくれっていうここが集結するんで、うわすごい。そうなんですよ、もう日本の技術の結晶が生まれるってことだよ、はい、それぐらいこう気合は入ってます。だからお金で言ったら多分ね本当に5000万から1億くらいはかかるんじゃないかと本当にすごいね。はい思います。それはすごい、まあ、中々でお金かかってます。しかもそれもその1億払ってでもできないレベルってことだよね。そうです。だからそれを、まあ、今回実現するというすごい企画だ。はい、まあ、本当特別に特別だね、まあまあ、許可をいただいたという感じなので、まあ、結構ね、はい、でも大きな企画になると思うんで、まあ、おそらくねこうヤフーニュース載ったりとかなんかいろいろ賛否両論あると思うんですけど、うんはい、まあ、でも僕としてはこう参加した方が施術受けて1年後でもやってよかったと思ってもらえたら僕はそれで OK だと思ってて、うん、それも見た人がどう感じるかそれぞれなんで、はい、でも要はこの参加者がやってよかったと思ったらもう僕はそれが一番かなと思うんで、そうなんです。だから 4人参加しまった4人の方が1年後にやってよかったですって言ってくれたらもうそれが一番なんかなと思ってます。はい、はい、というわけでね、もう詳細はその概要欄の方に載せてるので、はい、ちゃんと読んでから応募してください。じゃあ今回これで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。すごい企画だ。これやばいっすよね。なかなかね。まあマジで、はあ、ちょっと邪魔にならないようにしよう。